報道機関の皆様お疲れ様でございます去る12日でございますけれども文化功労者の日本画家であり伊水市名誉市民であります郷倉和子さんがお亡くなりになられたところでございます推進で、えー、哀悼の誠を捧げさせていただきたいと思います 小倉先生におかれましては、百一歳という長き生涯にあたりまして、精力的に創作活動を行われまして、数々の功績を残されたところでございます。えー、本当にあのいみ市民にとりまして、えー、誇りであったわけでありますし、またあの大変優しいお人柄でありました。いろんな機会を捉えてですね。 いみずに対して愛着を持っていただきまた様々な形でお力添えを賜ったところであります、えー、この場で改めてでございますけれども小倉和子先生の数々のですねいただきましたあ貢献に対しましてこれから感謝を申し上げますとともにこれからのご冥福をお祈りするものでございます そしてこの度の熊本県を中心に発生しました地震におきまして大変甚大な被害が及んでいるところでございます。お亡くなりになりました方々のご冥福をお祈りいたしますとともに被災されたすべての方に対しましてこれからお見舞いを申し上げるものでございます。 市では各地区行政センターの窓口、それとあの布目庁舎の方に熊本地震の災害義援金の募金箱を設置をさせていただきました。あの寄せていただきました。義援金につきましては、日本赤十字社を通じて現地にお届けをさせていただきたいと考えております。また、あの被災地への職員派遣ということで熊本市から要請を受けまして。 応急危険の判定士を4月26日から28日までの作業予定で派遣をさせていただいておりますまた熊本県からの要請で,です、ね、保健師1名を4月30日から5月5日まで熊本県益城町、益城町ですか、へ派遣をすることにしております。 活動拠点は熊本県の御船保健所の予定ということでありまして主に被災者の健康相談や健康チェック避難所の衛生対策などの支援を行うことにしているということでございますまたその他、熊本市への給水車および職員の派遣につきましても日本水道協会からの要請があればいつでも支援できるよう体制を整え待機をしているところでございます また物資の支援につきましても、全国青年市長会を通じまして、大分県の別府市へ、毛布1000枚ですね、支援をさせていただいたところでございます。今後も引き続き被災地の情報収集に努め、要請にしっかりと対応してまいる所存でごございいます。す一日もも早い復旧と皆様のの健康をお祈りをするものでございます。 さて、早いもので、平成二十八年度がスタートしてから一ヶ月がたとうとしているところであります。明日からは大型連休も始まるということで、今回は暦の関係上、最大で十連休という方もおられるのかな、というふうに思っております。幸い、天気予報もですね。三十日以降は、おおむね晴れの日が続くようでございます。行楽日和になるということでございますので、家族サービスや。 リフレッシュにとと楽しんでいたただけたらと思っておりますこの連休中に市内において開催される行事といたしましては、海マ丸パークのちびっこ天国 in 海マ丸パークや太鼓山ランドで開催されます生き生きいみず太鼓山フェスティバルなど、ご家族でお楽しみいただけるイベントが数多く予定をされているところであります。また5月4日には下村鴨神社の ヤンサンマ祭りが開催されます。えー、神社の参道を出走する馬場をめがけて、馬場から的をめがけて矢を打つ。矢ブサメ式など、一連の神事が行われるわけであります。けれども、本当に、あの、いみ市が全国に誇る、有そうな伝統あるお祭りでございます。こちらにつきましても、ですね、えー、ぜひご覧をいただければ、というふうに思っております。 そして5月の15日日曜日でありますがこちらは小川砂岩河川敷大門カイトパークにおきまして毎年恒例の第38回、えー、越中大門たこまつりを開催をすることにしております全国の有名たこでありましたり、えー、地元自治会による大だこが大空を鮮やかに彩るお祭りでございます、えー、ぜひご家族でお越しをいただきまして 射水の春の風物詩をご覧をいただきたいと思っています。また、あの本市では今年度もクールビズを実施することにしております。実施期間につきましては、5月1日から10月31日までとさせていただいているところであります。え、人いたしましては、地球温暖化、対策、節電などですねえ。引き続き取り組んでまいることにしておりますので。 市民の皆様におかれましても、職場や家庭においてご協力くださいますようお願いするものであります。最後に、平成27年12月の記者会見資料でもご案内させていただきましたが、中央図書館で平成28年4月から雑誌スポンサー制度を導入をしているところであります。この制度は、図書館の雑誌の充実を図るとともに、 スポンサーの皆様には企業 PR の場を提供するというものでありまして、現在、12のスポンサーの方々からご協賛をいただいて、提供をさせていただいている、いや提供をいただいている雑誌は13タイトルということになっております。今後も制度の周知に努め、雑誌スポンサー制度の充実を図ってまいる所存でございます。それではお手元の資料に基づきまして、発表事項、説明をさせていただきます。 今月の発表事項は2点とといいうことでございますまず1点目、平成28年度、射水市職員採用試験の募集案内についてということであります。先月は、この職員採用試験ということで、自己アピール枠について、記者発表といいますか、させていただきましたが、今月につきましては、通常の試験を受けていただいてですね、 えーまあ、受けていただくというか、そういった試験の枠について、ご案内をさせていただくものであります。今年度といいますか、来年の4月の採用予定でありますけれども、その募集の職種、人員などにつきましては、まずあの行政の上級職、こちらについては5名程度を予定をしております。 えー、昭和59年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人というふうにさせていただいております、これはあの32歳までの方を対象とさせていただくものであります。えー、あと、保育士の中級でありますけれども、こちら8名程度予定をさせていただいております。昭和61年4月2日以降にお生まれの方で、保育士資格および幼稚園、教諭免許を両方有する人。 または両方の資格免許を平成29年3月までに取得見込みの人ということにさせていただいております昭和61年の4月2日以降と言いますのは30歳までの方を予定をしているものでありますこの行政の上級あと保育士の中級につきましては試験日が一次試験の試験日でありますけれども6月26日の日曜日富山県立大学で開催をさせていただきたいと考えております 次に消防士、こちら救急救命士枠ということでの募集でありますがこちらは2名程度を考えております。平成元年の4月2日以降にお生まれの方で救急救命士免許を有する人または平成29年3月までに救急救命士国家試験受験資格を取得見込みの人で採用後に市内に居住する人とさせていただいております。 この平成元年の4月2日以降にお生まれの方といいますのは、だいたい27歳までの方を予提出をしております。この消防士救急救命手枠の試験につきましては、一次試験、まず体力試験等については、6月25日の土曜日、これはいみず消防本部で予定をさせ実施をさせていただいて、翌6月26日の日曜日、こちらは筆記試験でありますが、富山県立大学で実施をしたいと考えております。 次にに土木の上級につきまましてては2名程度を考えておりますこちらは昭和59年4月2日から平成7年4月1日までに生まれたに,になられた方ということで、えー、32歳までの方を考えておりますこちらの一次試験は7月3日の日曜日射水市役所小杉庁舎で実施をしようとするものであります えちなみに行政上級それと保育士中級の一次試験を行う6月26日の日曜日といいますのはあ富山県それと富山市高岡市さんなどと試験日が同じになっておるところでございます。あとあの募集要項受,受験申受験申し込み用紙の配布につきましては5月6日の金曜日から市役所人事課や 各地区行政センターの窓口で配布をさせていただきますまたあの郵送請求でありましたり市のホームページなどからもダウンロードが可能でありますので、えー、ぜひお考えをいただければと思っております申し込み期間につきましてはこの5月の6日金曜日から5月の26日の木曜日まで郵送の場合は26日の消し印まで消し印有効ということになっております なお、冒頭申し上げましたあの先月発表させていただいたあの自己アピール枠でありますけれどもこちらにお申し込みをされた方については今回の試験枠での募集について申し込みをいただくことができない、併願して申し込むことができないということになっておりますのでご了承をお願いしたいと思っております。なお今後のの募集の案内につきましても 掲載させていただいておりますが、今後、行政の初級身体障害者枠につきましては、6月28日から募集要項の配布を予定をしております、また土木の上級社会人経験者枠、さらに社会福祉士の枠、管理栄養士の枠。 それと保育士の中級人気付きの枠と、消防士の初級の枠につきましては、8月の2日からの募集要項の配布を予定をしております。ぜひ、水市、職員を目指そうという方、また一緒に行政のサービスといいますか、これをしっかりと頑張ってみたいという方につきましては、検討いただきましてです、ね、申し込みいただきたいなというふうに思っております。 次に発表事項の2点目であります、新有権者向け選挙啓発リーフレットの作成についてということでございます。これははー ご案内とおりです、ね、公職選挙法の改正に伴いまして、選挙権年齢が18歳に引き下げられることが決まっております。なお、今年し7月に予定されております参議院議員の通常選挙において、この選挙権が18歳に引き下げられて、初めての選挙が予定されているというところでございます。 水市選挙管理委員会では、この新たにです、ね、投票の権利を得られる若者に対して、周知啓発を図ろうと、そしてまた選挙制度の理解を深めていただこうということで、新たなです、ね、この選挙啓発のリフレットを作成をさせていただいたところであります。あのちなみにこれ水市選挙管理委員会のの独自の あのに作らせていただいたものですので、あの他とはないものということになっております、あのちなみに対象者は大体約2600名と考えておりますけれども、これはあの、28年4月2日から29年4月1日、要するに今年の4月2日から来年の4月1日までに、満18歳を迎える人。 満19歳をお迎えになられる人、そして20歳、満20歳をお迎えられる方、この方々を対象に、この射ズ市選挙管理委員会独自のリフレットを、ダイレクトメールで郵送させていただきたいというふうに考えております。あの時期は5月中中旬をを予定をしてておりますあのます、あ、す身を見ていただきますとです、ね あの選挙の種類でありましたり、またあのこの間の国政選挙の投票率、まあ、若い方の投票がちょっと伸び悩んでいますという話でありましたり、またの投票そのもののし、ねまあ、仕方といいますか、ちょっと簡単に説明をさせていただいております、あとは、まあ、誕生日との関係や選挙運動についても掲載をさせていただいておりまして。 まあ初めてですね選挙権を得るということになられる若者に対して、ぜひ、選挙とは何かということも含めて、これを読んでいただいて、知識を深めていただきながら、やはり自らの将来、そしてまた地域の未来を捉える上でも大変重要な役割である選挙に対して、意識を持っていただいて、また投票率アップといいますか。 そうしたものにつなげていければいいかなというふうに考えているところであります予定をしておりました発表事項については以上ということでございます、はい